デルトビズこんにちは天羅万象久保田マサルです地面が揺れます地震は英語ではアースクエイク、えー、クエイクにはこの揺り動かすという意味があってクエイクだけでも英語圏では地震として通じるんですねで、宇宙時代になってこのクエイクは実は地球だけではないということが分かっています 半世紀前アポロ計画で月面に置かれた地震計はですね月の地震を観測しましたこれムーンククエイというんですね普通月の地震と書いて日本語で月震と呼んだりもしています初めて人類が月面に降り立ったアポロ11号その時月面に設置された地震計つまり月震計はこれなんですね。 アポロ十一号が設置したこの地震計は、一ヶ月余り、地球にデータを送って機能を停止したんですけども、それでも、月の地震、つまり月震の存在が直接確かめられました。アポロ計画では、十二号と十四号から十六号までが地震計を持って行って、月面複数地点の月面の複数地点の観測ネットワークというのを作りました。この観測で、月震の震源の位置が突き止められるようになって。 月震というのは深いところで起きる小規模なもの比較的浅いところで起きるマグニチュード3から4程度のもの月面に衝突する隕石による振動そして日の出と日の入りの頃つまり月の掛け際あたりで発生する太陽熱の変化による岩の亀裂などによって起きる振動が元になるものまあこうした主に4つに分類できることが分かりました。 でこのネットワークによる月深観測はアポロ計画終了後5年後の1977年まで続けられて合わせて万回余りの月震データが得られました、まあ、今お話ししましたようにです、ね、月には5台の地震計が置かれたんですけどもいずれも寿命が尽きて現在動いているものはありませんえところで地球には地震計って一体いくつぐらいあるんでしょうか まあ、世界全体にある地震計の数はさすがにちょっと調べきれませんけども、えー、日本国内だと気象庁が震度観測点として認定してホームページに載せている地震計というのが調べることができるんですね、えー、気象庁設置自治体の設置それから防災科学技術研究所設置のもので合計で4300台余りあるんです。 まあ地震国ということそして人口密度、まあ、国土もそんな大きくないですけどもね、まあ、あの日本の地震系密度というのは世界トップクラスなのは問題あり、えー、間違いありませんでは地球と月を除いた太陽系の天体には一体地震系というのは現在あるんでしょうか実はあるんですたった一つですけどもしかも現在も活動しています、えー、この地震系をさっきの月震系みたいな別の呼び方をすると 火山系人格火山系ということになるんですね。そう火星の地震系なんです。えー、火星の地震英語ではマーズクエクと言います。火星面に着陸してさまざまな探査を行うという点ではこれまでアメリカが圧倒的にリードしてきました。1976年のバイキング1号の初の着陸から9台の探査機が着陸と探査に成功しています。 そのうち現在も活動しているものはその真ん中あたりの赤い印なんですが火星面を移動しながら探査をしている「キュリオシティ」と「パーシビアランス」の2台の「火星ローバー」そして着陸地点で観測を続けている「インサイト」の合計3台です。でも実はこれはアメリカだけで今,今もう1台ですね火星面で活動しているのがあるんです。こちら中国の火星探査機 天文1号から切り離されて着陸した祝融という名前のローバーなんですね。おととし、7月に地球を出発して、去年5月14日に火星面に軟着陸しました。で、ここからの主役はこれ、アメリカの探査機インサイトです。これが着陸地点での様子のこれ、想像図 cg です。 広げた太陽電池パネルの差し渡しは六メートル、奥行きが一点六メートル、高さはまあ一点一メートル前後なんですね。そして左手前になんか丸いものがありますが、これがこの後の話の主役になります地震計です。インサイトが地球を出発したのは四年前、二千十八年の五月五日です。その目的は火星表面の物質を調べるのではなくて、火星の地震活動や地熱といった地下活動に重きを置いていました。 インサイトが6ヶ月余りかけて火星に到着したのは2018年の11月26日、秒速 5.6km、時速およそ2万 km という高速で火星大気に突入しました。まあ、探査機本体は耐熱シールドで守られています。 まあ空気抵抗である程度減速した後は大きなパラシュートで火星の薄い大気を受け止めてさらに減速しますただこれでもそのままでは火星面に激突してしまう速度までしか減速できないので最終段階では12本の逆噴射装置で時速数キロまで速度を落として軟着陸を目指しますでは着陸からのシーンを CG 動画で見ましょう 地球の完成室が一番緊張する着陸、ランディングの瞬間です。はい、タッチダウンしました。無事着陸です。ソーラーパネルを展開します。赤道近くの太陽をたっぷり受け止めます。最大1時間に5000ワットの発電をします。これは長さ1.8メートルのロボットアームで地震計を設置する様子です。ここまで順調に進みました。 これが地震計を映した実写なんですけども地震計の丸いカバーやインサイト本体を結ぶケーブルにもう火星特有の土ぼこりや塵がうっすら積もっているのもわかりますインサイトの地震計や観測を始めると火星でもいくつもの地震が起きていることが直接確かめられました でこの波形なんですけどこれはですね今年の5月4日に記録されたこれまでで最も大きな地震でマグニチュード5に相当することが分かりましたもし人間がこのインサイトのそばに立っていたとすれば大きな揺れを直接感じられたはずです。 まあ現時点、えー、地球以外で唯一作動しているのがこのインサイト,インサイトの地震計なんですが、えー、今ご覧いただきましたマグニチュード5クラスのです、ねえー、地震の最高にしてです、ね、これまでに1300を超える火星の地震つまり、火震ですよね、これがキャッチされていますすこここのの地震波ををを解析するるるるととによって火星内部の構造を知るデータを得ることができるんできんす。 ただ、その貴重な観測を続けているインサイトなんですけども、活動が制約を受け始めているんです。で、今年の暮れには活動を終了しなくてはならないかもしれません。なぜでしょうか。 これはインサイトが着陸に成功した10日後にアームを伸ばして自撮りした画像を複数合成したものでまあこれ実写なんですけどもね本体の装置や左右の太陽電池パネルがくっきりした色でコントラスト高く写っていますで次,は次の写真はそれから3年半後の写真ですはい今年の4月に撮影した自撮りを合成して5月に NASA が公開したんですけど なんか色が全然違いますよね。火星面と同じ色に塗りつぶされた感じです。3年半の間に火星の土ぼこり、えー、砂ぼこりなどの塵がこれだけ積もってしまったというわけです。2枚を並べるとこうです、えー。本体にこうした塵が積もることによって一番問題になるのは、そうです。左右に広げた太陽電池パネルがこれだけ塵に覆われてしまったことなんです。当然のことながら発電能力は著しく低下してしまいました。 現在ののの発電量は着陸直後の10分の1になっているんです火星の軌道というのは地球の軌道に比べると随分とこう歪んでいる楕円なんですねその度合いが大きくてまああの地球の場合ですと一番太陽に近い時遠い時で500万トルの差なんですが火星は地球太陽に近い時と遠い時で5000万トルも差があるんです。 で太陽に近い頃はですは、ね、それだけ太陽熱を受けますので大気の対流活動が盛んでしばしば大規模な砂嵐が起きるんです、まあ、火星は今ちょうどそういう時期を迎えているのでたくさんこう上空にです、ね、砂ぼこりが舞い上がってるはずなんですちょっとこれインサイトにとっては良くない状況ですよね。 そしてこの後はだん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 火星は太陽から遠ざかっていって対流活動は少しこう収まるかもしれませんけども太陽そのものが遠くなってしまうということは太陽の光が弱まってしまうわけなんですね。こうなりますと今度はインサイトにとっては太陽光線が弱まるさっきの砂ぼこりと合わせてこれダブルパンチですね。すでに観測機器の一部はスイッチを切って電力消費は抑え込まれているんです抑え込んでいます。 まあそれでも NASA はこのままですと今年の暮れにはえ電力不足でインサイトはミッションの終了を迎えてしまうだろうと話しています。ただ一つだけその寿命を延ばす奇跡というのが実はあるんです。それはこれです。火星上空のこれ探査機探査から見下ろした写真なんですが写っているのは火星のつむじ風です。 これがたまたまインサイトの上を通過すれば積もった塵を吹き飛ばしてくれるかもしれませんまあ、宝くじの確率のように思えますけども2000年代初頭に活躍した火星ローバーオポチュニティとスピリットでは、えー、実際にそれが起きましてね電力が回復したことが何度かあるんです。 私たちの地球はですね、表面に地殻があって、その下にはあの少し粘りっ気の多い、えー、マントルというものがあります。さらに内側には液体でできた外殻、外の核と書く外殻。で、中心には、これは固体の内殻があるんですね。で、インサイトの地震データで火星にも内部の中心殻が ありあることが分かってきました。ただ地球のような個体の核ではなくて、えー、中心までドロドロに溶けているということがですね分かってきたんですね。まあ、これらはインサイトの大きな成果です。まあ、ここまでいろいろな制約がある中で頑張ってきたインサイトなんですけども奇跡のつむじ風が起きてですねきたる厳しい火星の冬をもう一度乗り越えられないでしょうか。天田場所でした。 最後までご覧いただきましてありがとうございますテレビ東京の経済ニュース経済番組をもっと見たいという方はこちらの画像をクリックして動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてくださいどうぞよろしくお願いいたします